じで盛り上がりますよね。バーベキューとか良さそうですね、こういう切り方。皆さんこんにちは、こんばんは、肉ちゃんでーす。さあ今日なんですけど、コストコで購入してきたリブフィンガー、こちらを美味しくカットする方法をお伝えしていきます。まあ、今までね、いろんなコストコシリーズやってきましたけれども、以前からね、こちらは紹介したいなと思って、で、今日そのリブフィンガーを美味しく焼肉でね、カットする方法と、そして来週またですね、さらに美味しくね、調理する方法、こちらをお伝えしていきますので、ぜひご覧くださいませ。それでは早速行ってみましょう。どうぞー。さあこちらリブフィンガーですね、ビーフリブフィンガー USA。 こちらもね、結構今値段してるんですよね、円安の影響で。こちらは日本でいう中落ちカルビに当たります。バラの方のお肉です。なので脂身がね、しっかりついてるんですけど、 US の脂身は言うてそんなにくどくないので、こちら結構ね、バーベキューとか焼肉にね、向いてると思います。今日はね、これにね、合うような焼肉屋ならではの調理をしていきます。今ね、現在ね、まあ、こんな形で、これ4000円ぐらいするんですね。これもね、1年ぐらい前はね、100円ぐらい安かったんですけど、100グラムあたりね。ということで、ご家庭でも調理しやすいような感じでね、調理していきます。とりあえずね、こちらのリブフィンガーを美味しく仕上げる方法、こちらをお伝えしていきます。まあ、筋をね、外さずにこのままつけてカットしていきます。こちら焼肉屋ならではのカットですので、よければね、参考にしてみてください。向きを整えまして、で、押さえます。で、向きをまっすぐにね、整えまして、で、カットしていきます。このままね、鼻先カットにしていきます。で、包丁はね、もう力入れずにリラックスしながら斜めに切り込みを入れていきます。斜めに入れてまっすぐ戻してくる感じですね。で、これをちょっと半分にしまして、縦にして、今度もまっすぐにして、で、今度はこういう風にカットしていきます。斜めに入れてまっすぐ、斜めに入れてまっすぐ、こういう感じで。こういう感じですね。で、裏面も同じように、結構筋がね、裏面もきつかったりするので、で、まっすぐして、こんな感じですね。で、これを一口サイズにカットしていきます。で、これを丸くしてね、広げます。で、丸めていくとこんな感じになりますね。で、お皿にね、盛り付けていきます。どうでしょう、彩りも綺麗な感じで盛り付けられました。まあ、これでね、すごく食べやすくなります。ジューシーで柔らかい食感、これがね、このカット法で味わえます。食感がすごくいい感じになります。あとフライパンで焼いてみましょう。塩コショウかけます。家庭用で中火ぐらいで、ね、順番に入れていきます。コロコロ転がしながらね、焼いていきます。これ結構カリッカリに焼いた方が美味しいですね。まあ好みもあると思うんですけど、焼き切った方が食感もカリッとしますし、コロ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 ね、もう油引かなくてもね、油すごく多い部位なので、しかも外国産の油ね、すごく和牛みたいに油くどくないので、中もう切れ目を見て、中が赤くなくなってたらもう食べ頃ですね。こんな感じでいい感じですね。だからこんな感じでガリッと焼いちゃうとね、すごく美味しいです。食感もいいですし、カリッカリにね、焼くぐらい
美味しいです。はい、こんな感じですね。花咲カットのこれぐらいガリッと焼いちゃうとめちゃくちゃ香ばしくてジューシーでうまいですね。肉汁がすごい、しかも柔らかい。筋もちょっとゼラチンっぽくて美味しいです。もう塩コショウだけで十分美味しいです。ではこの後嫁さんにも食べてもらおうと思います。よろしくお願いします。今日はですね、簡単に中落ちカルビですね。ほんとシンプルなんですけど、これダイヤモンドカット、花咲きカットでね、カットしてあります。焼肉にしてお召し上がりください。こちらはカレーですね。久々の焼肉動画でございます。シンプルなの久しぶりですね。この切り方で出てくる焼肉なんてあんまりないです。結構手間暇かかるんで、焼肉屋さんでやってるとこは少ないですかね、このカットでね。このカットをしてあることによってね、焼き加減がねよくわかるんですよね。まだ焼けてない赤みがねちょっと見えると、あ、まだもうちょっと焼かなきゃいけないなみたいなのがね分かりやすいの で結構脂身がね多いので火がすごく上がりやすくて、バーベキューでもねこう火がゴーゴー上がるのでね盛り上がりますからね。これはもう本当に焼き方とかそういうものよりはもうザックバランにね焼いてもらった方が火が上がって面白いです。でこんな感じで OK ですね。じゃあこちらをねタレの方に移します。じゃあちょっと食べてみてください。こんがり焼き上げたねリブフィンガー、うん、美味しい、ジューシーで美味しいです。うん、柔らかくてバーベキューとか良さそうですね、こういう切り方。そうですね、盛り上がりますね。盛り上がりますね、焼くのもコツがいるのかなと思ったんですけど、どれだけ焼けてるか途中で分かりやすいので、うん、初心者の方に焼きやすいですね、この焼き方。これだと感じますか、これ歯ごたえ。歯ごたえそんな感じないです。カットしてあることで咀嚼回数がね少なくて済みますので、でこれ筋もついてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、そんななんか全然硬くないです。だからもう筋取らなくてもそのまま切り身を入れてねカットして焼くだけで簡単にこう焼肉にできますので。いつもね、いいね、高評価ありがとうございます。天気のいい日ね、バーベキューぜひリブフィンガーやっていただきたいと思います。来週はね、ご家庭でもすごく美味しくできるリブフィンガーを煮込んで作る料理、こちらをやっていきます。楽しく美味しく召し上がれる方法を来週やりますので、ぜひ参考にしてみてください。というわけで、いつもいいね、高評価ありがとうございます。コメントもありがとうございます。またリクエストもお待ちしておりますので、どんどんご投稿をお寄せくださいませ。それではまたお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。三重の松坂焼肉ホルモンの店、一生日